演舞開演。どうも、本日はこちら、神戸屋のサムマヨを食べたいと思います。あれ、以前も紹介したかな。まあ、いっか。ハムとマヨネーズどうなってるのかな。では、いただきます。確かに違いはありますが、あまり変わらないような気もします。まあ、ハムマヨと聞いて普通に想像する味でした。ハムの肉がちょっと歯ごたえがあって、なんかその下ハムと下からマヨネーズが出てきて普通に美味しいのですが、もうちょっと一パンチあった方が良かったかもしれません。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。サンドイッチにいいか。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。